大悟さんがどういう風にナンパしてるか教えてください。普通になんか、ご飯行こうって感じですよ、僕は。うん。あのね、ポイントがあって、何回も通って声をかけようはダメですね、基本的には。うん。もう一回会えるかどうかわからないし、時間効率悪いんですよ。だから会ってはピンと来たら、その場でちょっと話して、なんかその場でちょっとなんか仲良くなるというか話を盛り上げて、そこからご飯行こうみたいな、うん。っていう風にしますね。うん。だから、例えばですけど、ご飯誘う時だったら、好きな食べ物のジャンルとか聞いたりとかして、最初からデート行こうっていうとハードル高いんで、僕よく やったのはね、ちょっとあんまり言うと恥ずかしいね。僕がよくやるのは、何も言わないでくださいねって。あなたの好きな食べ物当てますと僕に言うんですよ。でも寿司って感じじゃないよねみたいな、和食っていうよりかはもうちょっとおしゃれなものを食べてた感じがするけど、フレンチほどこってりしてる感じのものとか、お酒とかガンガン嫌いじゃないだろうけど、お酒とかガンガン飲みそうな食べじゃないから、多分ね、割とカジュアルめなイタリアンとかって言うんですよ。そうとかトマト系の料理とか、好きでしょとか言うんですよ。でこれで、まあ、当たっても外れてもどちらにしろ料理の話題になりますよね。したらそっから当たったらあでしょみたいな。いや、でさ、俺さ、美味しいとこ知ってるから、じゃあ今度一緒に行こうよ、みたいな。うん。連載教えてってふうに、そこで普通に聞いちゃいますね。あるいは、外した場合は、あ、マジか、外したか、みたいな。そうなんだ。え、どういうところ行くのって聞いて、どこどこどこって言われたら、あ、ちょっとじゃあ、俺も行ってみたから、今度一緒に行こうよ、みたいな。もちろん俺おごるから、つって。ランチでもいいし、とかって。これランチでもいいし、覚えないんですよ。あのね、夜ご飯だと、なんか狙ってる感じするでしょ。ランチでもいいしって言って、連絡先もらって、で、お店取るときはディナーでいいんですよ、別に。ランチ行ってもいいんだけどね。はい。っていう感じですね。はい。自分を上手にこう使うっていうのがね、ポイントだと思います。僕の場合はなんかね、あ、待って何も言わないで当てるからって言っただけで、大体うまくいきます。よほど嫌われていなければ。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。